成政は柴田勝家が志ヶ岳の戦いで敗北すると娘を人質にして豊臣秀吉に降伏したがこの時織田信勝を主君にすることと条件とした。さっさ成政は秀吉がその条件を破ったため。 小巻長久手の戦いに徳川家康側で参加した。